はい、今からモルモットに餌をあげます。人参。はい、食べた。はい、来た。あ、食べた。こんにちは。はい、ありがとうございます。本日はようこそ伊勢シーパラダイスへとお越しいただきました。さあ、まもなくこちらで伊勢うちお散歩タイムが始まります。さあ、このお散歩タイムで、ね、一体どういったお時間かと言いますと、さあ、そこにいます2頭の伊勢うちたちがプールを飛び出して、皆様の目の前、このシートの上をお散歩しにやってくるお時間となっております。さあ、今日やってくる伊勢うちたち、どちらも女の子の伊勢うち、お名前をひまわりちゃん、そしてたんぽちゃんと言います。さあ、そんな可愛らしいお名前がついています、2頭の伊勢うちたち。さあ、今日はね、ただ皆さんの前とやってくるだけではありません。さあ、今日はね、せっかくなので皆さんの伊勢うちたち仲良くなって帰ってもらいたいと思います。さあ、では一体どうやって仲良くなるのかと言いますと、さあ、今日は皆さんに伊勢うちたちの体にたっぷりと触って仲良くなってもらいたいと思います。さあ、伊勢うちたちにたくさん触ることができちゃいます。さあ、そして一体どこが触れるかと言いますと、背中やお尻なんかの柔らかいところだけではありません。さあ、今日はね、なんと伊勢うちたちのお顔にも触ってもらって大丈夫なんです。さあ、もじゃもじゃのおひげや、さらには立派な牙にも触ることができるんです。さあ、今日はぜひともね、いろんなところに触って伊勢うちたちと仲良くなって帰ってもらいたいと思います。さあ、そしてただ仲良くなるだけではなく、さあ、今日はね、皆さんがこの暑い夏を乗り切ってもらうためにと、伊勢うちたちからパワーのお届けもしていきたいと思います。さあ、いきなりパワーといってね、皆さんポカーンと押されていると思いますが、さあ、この伊勢シーパラダイスのすぐお隣にあります夫婦岩やお近くの伊勢神宮、さあ、あちらなんとパワースポーツとして有名なんです。ありがとうございます。さあ、そんなね、パワースポットのお近くで暮らしているからか、ここ伊勢シーパラダイスの動物たち、かなり元気でパワーに満ち溢れているんです。さあ、そんな中でも今日はとびきり大きな伊勢うちたちが皆様へとたくさんのパワーのお届けをしていきたいと思います。さあ、ぜひたくさん受け取っていただきまして、さあ、この中皆さんで、ね、しっかりとこの暑い夏を乗り越えていきたいと思います。さあ、そしてね、仲良くなっていただくんですが、さあ、この伊勢お散歩タイプが終わりましたら、伊勢うちたちとの記念撮影のお時間も用意をしているんです。さあ、ぜひよかったらね、記念に伊勢うちたちとのお写真を撮って帰ってもらいたいと思います。さあ、そしてお写真撮られたお客様から、さあ、あちらにあります、茶色い建物に暮らしております、爪なしカワウソと握手をすることもできちゃうんです。さあ、とっても可愛いので、ぜひよかったらね、あちらの爪なしカワウソプレートも足を運んでみてくださいね。さあ、今このお客様ね、よかったら奥の方回ってもらうと、とても見やすくなっております。この辺りね、混雑して見にくいと思うので、よかったらね、今のうちの奥の方へとご移動お願いいたします。さあ、ご協力どうもありがとうございます。さあ、またね、ここにいる皆さんに楽しんでいただくために、1列目の方にはしゃがんでのご観覧のご協力をお願いしております。さあ、後ろ振り返ってね、お客様がいましたら、前の方はしゃがんでのご観覧をお願いいたします。皆様ご協力どうもありがとうございます。さあ、皆さんに今日ぜひとも伊勢うちたちと仲良くなって、そしてね、パワーもたくさん受け取っていってもらいたいと思います。さあ、皆様も長々とお話ししておりますが、もう間もなくしますと伊勢うちたちがやってきます。さあ、皆さんぜひともカメラの準備、そして心の準備をお願いいたします。さあ、カメラの準備と言いましたが、見ていただくと分かるように、邪魔をする策が一切ないんですね。さあ、伊勢うちたちとも本当に間近まで来ますので、ぜひね、ドアップのお写真撮ることもできます。さあ、ぜひよかったら今のうちにカメラのご準備お願いいたします。さあ、そして心の準備と言いましたが、かなり迫力満点なので、ぜひ心の準備もお願いいたします。さあ、ではあちら青いカメラの奥にご注目ください。さあ、こちらお名前をひまわりちゃんと言います。よろしくお願いします。
見ていきますので、たっぷりと触って仲良くなってもらいたいと思います。さあ、ハコヒマイちゃん、さあ、こちらね、いろんな可愛いポーズができるんです。さあ、いつシャッターチャンスが来るかわかりませんので、ぜひカメラのご準備もしっかりとお願いしますね。さあ、またもう先ほども言いましたように、このお尻たちたっぷりと触っていただけます。背中やお尻だけではなく、お顔周りも触っちゃって OK ですからね。さあ、もうぶっちゃけ言ってしまいますと、目以外どこ触っても OK なんです。さあ、そんなに牛乳たち、ぜひともにかわりだこさん触って仲良くもらってあげてくださいね。さあ、そしてね、このひまわりちゃん、さあ、ほら、同じようにも見えるんですが、なんと触り心地も全然違うんです。最後はこちらにいます、タンポポちゃんはかなり筋肉質なお腹をしています。さあ、触っていると、ね、跳ね返ってきちゃうような張りのあるお腹をしているんです。さあ、ぜひね、近くに来たらタンポポちゃん触ってあげてくださいね。さあ、そして、はい、こちらにいます、こちらのひまわりちゃん、さあ、タンポちゃんとは打って変わってかなり柔らかいお腹をしている。かけ、触ってこんでいいの、触ってこんでいいの、カナすごいね。持っていただいてどうもありがとうございます。さあ、ではちょっと皆さんにお聞きしたいと思います。さあ、ではここまでこのひまわりちゃんとタンポポちゃんのことちょっとでも好きになってくれた方は元気いっぱい手を挙げてください。はーい、はい、ありがとうございます。さあ、ではその中にももっと支援した人と仲良くなりたい方、もう一回元気いっぱい手を挙げてください。はーい、ありがとうございます。もういっぱい手が上がりましたね。さあ、ではよかった、近くにいますお父さん、皆さんを代表して中に入ってきてもらってもいいですか。はい、よろしいでしょうか。じゃあ皆さん大きな拍手をお迎えしたいと思います。お願いします。お父さん、ありがとうございます。入って
です。さあではお父さん、改めましてこんにちは。あ、実際にご挨拶できました。さあお父さん、今日どこから来てくれましたか？奈良県から。わざわざ FC パラダイスの江戸もありがとうございます。さあ見てください、タンプちゃんのお辞儀で大歓迎してくれております。さあではね、今日はこちらのお父さんにたくさんのパワーをお届けしていきたいと思います。さあですが、まずはどれだけパワーがあるのかね、しっかりと見てもらいたいと思います。さあ今こちらにおりますタンプちゃん、さあね、こんな大きな体をしておりますが、なんと誰もが知っているあの運動が得意なんですね。皆さんね、何が得意なのかね、楽しみにしておいてもらいたいと思います。さあではもう一度スタバイしてもらいましょう。コロンと転がりました。タンポちゃん、なんと腹筋が得意なんです。さあでは披露していきますよ。さあでは皆さん、ここにね、しゃがんでみてくださいね。さあそれでは行きましょう。タンポちゃんの腹筋です。せーの、いいかー、よいしょー、せーの、いいかー、腹筋どうでしたか？すごいですよね、ありがとうございます、ね、どれだけパワーがあるかね、十分分かってもらったと思いますので、さあではそのパワーをお兄さんにお届けしたいと思います。さあ続いてね、こちら迫り寄ってきましたひまわりちゃん、なんと闘魂注入というのが得意なんです。さあではちょっと受けてみてくださいね。さあこんな感じにやってくれます。はい、よいしょと、はい、闘魂注入なんですが、お兄さんどうでしょう、受け取ってくれますか？はい、ありがとうございました。それでは頑張って受け取ってもらいたいと思います。さあ、どうされた応援に張り切っております。さあ、そしてね、マイルティの方にはご一緒にカウントダウンをお願いしたいと思います。さあ、私がせーのと言いますので、3、2、1、よいしょとご一緒にカウントダウンをお願いいたします。さあ、これかなりのパワーがありますので、ぜひ皆さん応援お願いしますね。さあ、ではそれでは早速行ってみたいと思います。ひまわりちゃんからの闘魂注入です。せーの、ありがとうございます。そうそうね、お兄さんもう一つプレゼントしたいものがあるんです。じゃじゃーん、ひまわりちゃんから投稿中にあげたいとしかもらえないオリジナルシールのプレゼントです。ありがとうございました。皆さん大きな拍手をお願いいたします。お兄さんありがとうございます。どうぞね、ごゆっくりお戻りください。さあ、それで選手たちからたっぷりのパワーのお届けができたかと思います。さあでは最後に、このひまわりちゃんとたんぽちゃんの可愛らしいダンスを見てもらいたいと思います。さあ皆さん知っていますでしょうか、ピコ太郎の PPAP を踊っていきたいと思います。さあひまわりちゃん、たんぽちゃんに一生懸命練習しましたので、ぜひ温かい目で見てあげてくださいね。さあまたお写真は動画モードがおすすめとなっております。さあぜひとも今のうちにカメラのご準備もお願いしますね。さあそれでは生徒たちの準備もできましたので、早速披露していきたいと思います。岩太郎、小太郎によります BPAP です。ミュージックスタート。I have a pen, I have an apple, I have a pen, I have a pineapple, pineapple, ありがとうございました。さあではここからは仲良くな
った記念に記念撮影のお時間へと移っていきます。カメラのご準備をお願いしますね。さあ、そして皆さんがこの場に集まっていただいたのも何かの縁ということで、最後は一緒に一本締めをしておしまいにしたいと思います。さあ、私がよーと言いますので、皆さんパッと一回大きな拍手を選手たちとご一緒にお願いいたします。さあ、それでは行きましょう。皆様のお手を拝借。皆様のご健康と日本の元気を祈りまして、よーお、どうもありがとうございました。さあ、ではここからは久しぶりのラムネいただきます。うん、うまい。かき氷のいちご、そしてレモンのかき氷。ペンギンさんのお散歩、すげえ。はい、こんな感じで今回の旅行は、遊ぶところはこんで終了ですね。今からお昼を食べに行きたいと思います。はい、今日のランチは、夫婦岩の、レストランで、ショッピングプラザの中にあるレストランで、鉄コネ寿司と伊勢うどんのランチです。いただきます。あ、赤福の赤福氷ってやつ、これ何、どうなってるの。なんかね、その、なんだっけ、赤福餅のかき氷に合うように改良してるものが入ってる、うん、それじゃあいただきます。はい、ふわふわ、うん、ふわふわだこれ。あ、はい、これ食べ進めると中から赤福のお餅がの部分が出てきました。はい、お土産も買ったのでそろそろ帰ります。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。